どうもピオキングです。今日はいろんなコースやっていきます。まず始めるコース、トロール作り秋田県。説明文に岩手の隣、秋田県のことをトロール作り秋田県なんて言う人は誰も言わんて。このコースはですちょっと取り直していいかな今の、このコースはですね、一発回りを作ってるスペシャリストが初めてトロールコースを作ったコースなんじゃないかな、確かそうだと思うんだよね。でその一発回りはもう難易度がとてつもなく高くて素晴らしいアイデアばっかりなんですよ。まだ見たことないネタを開発してくれてるしね。でもあまりにも難しすぎてお蔵入りばっかりです本当にコースはすごいんだよ。そんな人のトロールコースなんて絶対面白いんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 3.87%。 意外とクリア率高いんだな。この人マジで技術は持ってると思うんだよね。僕もクリアできないコースたくさん作ってるしさ。何自分が上手いみたいな感じで言ってんだよ自分と比較しても何の意味もねえって。じゃあこの派手なブロックは、このキノコ様はいるんじゃない、いやいらないのか。あのデカキノコ取ったらここ降りれなくなるもんな。でこの下に進めませんけど、いやまだやられてないね。開幕バブラー。いやマジで全然読めないねこの人のコース。なんか初心に帰った感じだね。じゃあベッド踏んでいく。ベッド、え、すごい、 USA じゃなくてもメットって乗れるんだね。ほらほら、さがら、お前は見えたんだよ、さっきやられた時に。見えてる罠に引っかかるなんて思うで。シュイーン、今の罠は見えないから脳幹ですね。でもシュイーンってなんだ、シュイーンって。太陽が出てきた姿でリアクションを取るだじゃあこれハテナブロックは誰、え、バブルちゃん、君は何をしてくれてんだよ。あのバブルが鍵を手に入れさせてくれる。だからここで待っておけばいい。そうだろ、常に上を心配だ、上を心配。あ、違うの、早くこのとんがりコーンが。最近思ってることがあるんだけど、クリボーってとんがりコーンにあんまり見えんくない？なんで僕はとんがりコーンって言い続けてるんだろうな。むしろキノコの山に見えてしょうがないんだけど。あ、左のクリボーが持ってるわけじゃないの？右のクリボーが鍵を持ってるってことか。まあキノコの山とか言いにくいじゃん。だからとんがりコーンのブスそれは口が悪すぎちょっと考え改めさせないで。いやウェンディってさ、もうちょっと可愛くできなかったのかな。一応女の子じゃん。クッパ七人衆の中で唯一の女の子だよ。可愛いって思ってる方には申し訳ないんですけど、待て、中間も中間ポイントあるんだね。まあこのコースは最速も速かったから、そんなに長いコースじゃないと思うんですよ。さあ右が開いた。で上の P スイッチを叩きに行けばいいのかな。いや待て、リベンジのお時間だ。ハーネ、お前を出して一生ここでパクパクする運命にさせてやるよ。ハナに勝ったぞ。二度と俺に立てつくんじゃねえぞ。ハナ今ちょっと噛みそうなんだね。でこれどうすればいいのかな。下のボートンが邪魔なんじゃない。これどう行けばいいの。トゲピュー。この P スイッチを押してからがスピード勝負だ。ただボートンが出てくる。あのボートンはこちら側に来ないのかい。そしてこの中間ゲットヤッホホホホ。で、なにこれ、ピンクコインコースじゃなさそうだね。え、これ右と上どっちなんだろうな。こっちに来てしまったけど、なにこれ、死にたいけめちゃめちゃ難しそうじゃん。え、なにこれ。あ、わかった、ここのバネを避けて右のオンオフをし続けろみたいな。これ相当難しいよ。これさ、左押しっぱ、そう、そして右のオンオフをします。でこれを何回も繰り返せっていう感じだね。いやこれめちゃめちゃ時間かかるって。もう何回すればいいの。あと3回。いやこれね、ゆっくり行けば結構簡単だよ。ほらほらね、ここもジャンプしていく。でここもジャンプしいの。いや違う、ここ歩いていいんだ。歩いていいからゆっくり慎重に行こう。そうだ、それで行こう。まるまるも邪魔すんなよ頼む。さっきからまるまる全然邪魔してないけど、今邪魔されたら邪魔すんな。まるまるだぞ。俺が笑ってられるのも今のうちだぜ。制作者、もっと難しい死に耐久を用意してきな。こんな生ぬるい死に耐久だと、あ、やべ時間がねえさっきは結構うさいわかっちゃっててさ、時間をね結構消費してるじゃねえの。さあこれオンオフしていいの。これでもパー、これさらに上に行けってか。もうやめてくれ。ごめん、嘘じゃん。さっきの難しいの用意してくれとか嘘じゃん。もうやめてよ。いやいける。これげ、こんなので苦戦するなんて思うか。ちょっと集中すれば楽勝なんだよ。
死に耐久メッション食べるぞ。いや面白い死に耐久だったね。今までにやったことのない死に耐久で僕は大満足ですよ。じゃあここは上に行けっちゅうことだったね。いやてっきりピンクコインコスかなんかと思っちゃった。でこれはパウの方に行けばいいのかな。うわどっちの扉、こんなの2分の1じゃんか。なくなったりしないよな。大丈夫だ、ドクドク言ってる。殺したわ、特に何もない。左は何もない。じゃあ左のドアに入っていこうか。そうすると右のドアに出てきたけど、あれこの下に行け、もしかしてこれゴールなんじゃない。もうやめてよペンさん、それ以上新規号砲撃ったら危ないよペンさん。ゴールが見えたぞもう簡単にゴールできると思いますよ、見てて。あれやった、なんでないんだよ、ゴールはどこ。いい加減にせんか。なら今度は右の扉入ってってみようか。さっきと同じ場所に出ると思うんだよね。やっぱりそうだよな。で右のコインの場所がゴールっていうことは、この辺にやっぱり上に行ける場所があった。で右に進める。来た、これでゴールは俺のもんだ。その炎が消えた時お前の命に次第、見てろ。いやーやったなんかめちゃめちゃ情けないディアーとか出てしまったけどいやさすがアイディアの塊みたいな人ですね。すげえ楽しいコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ガチ脳筋ブンさんから逃げる神子。もうブンブンから逃げなきゃいけないコースっていうのが神子っぽいよな。で説明文に難易度はそこまで高くないです。嘘つけ、クリア率めちゃめちゃ低いじゃねえかまあこの方はそんくらい上手い人なんでしょう、というマウントを取ってるんだよきっと嫌なやつみたいに刺すなって。顔が電波マークの人は大体いい人だから。知らんけど、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.91%。 いや久しぶりに来たよ、何かから逃げなきゃいけないコース。もう胸がムネムネしてきてるぜ。でゴール条件はブンブン1体倒してからゴール。ってことはブンブンから逃げてさらに倒さなくちゃいけないんだね。で時間は300秒、結構あるな。じゃあこのオンオフをしたらブンブンがやっぱり落ちてくるよね。このブンブンから逃げろってか。いやここめっちゃ最高、こういうコースマジでめちゃめちゃ好きなんだよな。じゃあここはちょびじゃんしていく。意外とブンブン早いのねマジで全然進まん、このチャビットがマジで鬱陶しいのよ。このブンブンどうにかして倒せるよいけるか、運転中だ。これさ最速が75秒もあったんだけど、75秒も逃げなきゃいけないの。僕まだ5秒しか逃げられないのもうやめていい、これ先行き不安すぎる。頼む、この場所だけでも越えてくれ。僕は次の場所が見たいんだ。よしきだで、お前凍結邪魔すいやブンブンも止まってくれるのは優しい優しい。でこの風いけ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 、よしよし。でこのパネル越えて、これ羽ばたけ、やめろ。このバネゾーンがマジでめちゃめちゃ難しいって。これウィッヒーでしょ。で次はウィッヒーしたらダメなのか。でこいつはおおおおおおくるって、あいつくるって、おおおおで、これは捕まっていけっていう感じで、おじめもうくんだお前はもうずっとそこで止まってろって。でこのピョンチューをかわしていけと、ピョンピョンピョン、うん、ピョン、よしよし。あいつ意外と止まってくれるんだな。このね一マスがマジで苦手なんだよね。さあ結構距離が空いてきたよ。でスネークブロックを叩き移動、これまたボブ兵なんじゃない、絶対そうだって。もういいってそいつはさ。で次は箱を用いろ、箱ヒックギャー。みんな来たぜ、さっきの箱さん。さっきよりは少し早く来れたかもしれねえ。でここでボブ兵を出す、止まれ止まれ。そんなところにそんなに時間かけんなってあの人はマジで苦手なんだよな。でもさっきより本当に早く来れたと思う。結構ブンブン後ろいるよね。さあここでヒップドロップ C のこの後なんだよな。こっからよしよしよし。でお前どっか行け、どっか行けって僕んだよであのピンスイッチャー増えばこっちの勝ちなんでねえの。お前こっちまで来るか。さあ戻ってきたよ箱さん。ここはブンブンに壊してもらっていいのね。はっはっはっ、さっきと違うやんかー。
次はブンブンに当たるとか、そんなヘマはこがないぜ。ここで箱を全部左にやる。でブンブンは多分さ、一番右までやっていいんじゃない？多分これピンスイッチ押すの後でいいと思うんだよな。でブンブンはこれ自力で倒せってか。これ落ちてくれるかな。お前こうなんなるなって頼むって。もじゃあもう自力で倒そうか。これ多分ね、ピンスイッチを踏んだら下に落ちてくれると思うんだよな。もう透明のまま落ちちまったけど、やったー。最高マジで。このコースすげえ楽しかったです。ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、 1-3& コイン鍵アイテム禁止 1-3 って書いてあるんですよ。いや珍しいよね 1-3 って。だいたい 1-1 が 1-2 のコースが多いんだけど、今回は 1-3。 まあ僕もね、初代マリオ結構やったことあるから 1-3 のコースっていうのはわかるんですよ。そんなに難しいコースじゃないんだけど、今回はいろんなことが禁止されてる 1-3。 みんな知ってるかな 1-3 って。このコースで懐かしく思える方もいるんじゃない？それじゃあやっていこうか。クリア率は 2.26%。 これマジで楽しみにしてたね。初代マリオの 1-1 から 1-4 って馴染み深いところない？ってことは僕もそういう年になってきたっていうことですかね。なんか嫌だな、年を取るって怖いよね。じゃあここはアイテム禁止、鍵禁止、そしてコイン禁止だったっけ。コイン禁止って何なんだろうね。コインを取ったらなんか先に進めなくなるとか、そういうの分かんないよね。まあこのアイテムは取ったらいけないんでしょう。え、全然ぬるいんだけど、コイン取りてえな。コインちょっと取ってみる。取ったらどうなるかだけ。え、何もなんないじゃん。え、なにこれ。え、取って、あぶねえ。え、これもうゴールなんじゃない。いや、ゴールじゃないか。ここで中間ポイントからの土管に入ります。で、次は何。 1-3、アイテム禁止、コイン禁止、鍵禁止。あ、こっから本番開始っていう感じか。いや、6つ、これ6つっていうかさ、さっきコイン取ってるけど、これクリアできんのかな。この敵は倒してもいい。いや、ダメだっけ。まあまあ、一旦やられようか。先見たい気持ちもあるけど、ネタバレなしでいこう。いや、マジでコイン禁止の意味がわかんない。コインを取ってたらどうやったらゴールできなくなるんだろうね。じゃあこの敵を倒したらいけないっちゅう感じでしょ。マリエ、この制作者さんね、前回もさせてもらったんですけど、頭おかしいのよ。めちゃめちゃむずいのよ。ここは全然簡単。上から行く。いや、上からはいけないもんな。下ー、売れてないやんか。まったく、もう敵も倒したらいけないんだったら敵禁止とも書いておいてくれよ。ここはゆっくり行こうか。で、ここのファイヤーは間を通っていけば全然簡単。このノコノコは踏んではいいよな。むずいむずい。なにこれ、この動くリュートノリーパー弾けれるよ。一度さんがこんなにも難しくできるなんて思ってもみなかったぜ。で、ファイヤーの次右に進む。よーし、危ねー。で、この床もういいって、絶対無理だって。こんなのいけるか。よし、右。これもう詰めるのか。あ、ダメー。なんかすっきりしました。いや、でもいいね。一度さん、僕ね、初代スキンで1-1から1-4の中で1-3が一番好きなんだよな。リフトとかさ出てくるから一番楽しく感じれるよね。アスレチックっていうか、ここは上にジャンプで右のフラワーのところまで行っちゃおうか。上なんかあるな。あ、分かった。アイテムとか取ったら上からなんか降ってくるとか、そんな感じなんじゃない。じゃあこれは右の鍵のところまで行っちゃう。で、ここはのこのこ踏まないようにしようか。うわ、これむずくない？こっから。いや、むずいって。ゆうたー、どうかしてるぜ。もうここからね、進めなくて怖いんですよ。ブツブツ文句言うことしかできないんですよ。これ上から行こっか。あのね、フラワーの間に入った方がいいと思うんだよな。頼む、入れさせて。吐き出せ。上の鍵は当たり判定が広いからめっちゃ難しいと思うんだよな。まあでも、もう一回行ってみようか。ちょっと集中するわ。こっか、こい。よしよしよし、てっ、はい、やった。で、ピースエッジを打て。え、これゴールじゃないの。あ、このピードアに入っていけっちゅうことか。あぶねえ。そんなところにバブル出すなって。で、これ何、めちゃめちゃコイン取ってるけど大丈夫。え、こっち違うとかないよな。このコイン取ったらダメです。だからさ、それだったら鬼じゃない。
どこ連れて行くんだろう。右に進みます。で、あ、でこのあれを取ればいいのか。リンクを取りいの。これ鍵持ってないから右ゴールがあるだけなんじゃない。え、コイン取ってよかったみたいな、もしかして。え、どうなんだろうね。このままゴールさせて、やったー多分コインの禁止は任意なんじゃないかな。まあそれでも全てのコインを取らずにやっていきましたよ。最後のグロリフトに乗ったのはまあいいでしょう。懐かしいコースですごく楽しめましたね。サイコロコースです。ありがとうございました。